いくよ。どうしようか、どんな感じで。元気よく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 。じゃあ、せーのって言ったらね。はい。せーの。スリーオブセイバー。ちょっと。釣られたわ。何この温度差。はい、どうも、エデポンゲです。よろしくお願いします。ユポン。はい、ユポンです。よろしくお願いします。2回目。2回目だね。はい、やっと。開始当初、24にやって、5日経って29。はい。今日も、どんどん進めていこうと思っておりますので、よろしくお願いします。お願いします。ちなみに今日ね、朝9時15分はいですですで、今日はとりあえずやっぱどんどんレベル上げていきたいと考えておりますので、なんか前回ずっとそのストーリーとかサブストーリー、サブクエストとかやってて、まあさっきちょっと確認しとったんだけれども、この経験値カード、ユーポン今経験値カードレベル1いくつ持ってる？レベル1は今30枚ですね。一緒だね、奇遇だね。おお、一緒だね。え、レベル2は？レベル2が54枚。え、なんで言ってる方が多い。なんで一緒にやってたのに言ってる方が多いわけ。なんで、何枚ですか？57。うわくそ、ちょっとここも奇遇だねって言おうと思ったのに、なんで言ってる方が多いね。なんで。でこれがさ、なんかほんと経験値のパーセントが、もらえるパーセントが何パーか上がるもんだと思ってたら、どうやら使うと経験値が手に入るみたいな、そういう不思議な飴的なアイテムみたいなので、使うか、ユポン。いきましょう。じゃあユポンさっき使って1個、じゃあレベル1、レベル1からいこう。おっピラーンってジミー、もういっ、ピラッタピラッタ今ピラピラ、もう1ピラしたんで僕。どんどん行こうか。じゃあどんどん、右クリック、右っすね。よし、じゃあ連打連打連打。はい。あ、結構すぐなくなるかも。あけ、いやー、レベル1だとやっぱりあれっすね、あ違う、アイテム使っちゃった。あー、じゃちげえよ、使うアイテムちげえから。なんやねんこれ。ちょ、補給用移動速度アップポーション使っちゃったやんけ。ユーポンもやろう。僕何使ったんですかね。なんか開始記念ポーションとかも使っちゃった気がする今。もったいない。わな、やられたね。一杯食わされましたね。じゃあもうレベル2もいっちゃおうぜ。もう連打でいきましょうか。連打でいこう。うわ、レベル2、いい。あ、やっぱレベル2ガンガン上がるやん。え、ちょっと待って、僕連打クリックめっちゃ遅いんで基本連打系僕めっちゃ遅いんで、指の動きが鈍いんで、ちょっといや、負けへんから。あ、終わった、もう終わった。あ、なんか使っちゃった、まだやった、めっちゃレベル上がった。うわ、エテさんの方がレベル高えわ。28。なんだと？え、ユーポンいくつ今？27か。僕27っすよ。27。クラスは？クラス。クラスが、今7ですね。一緒。お。なんかクラスの方はちょっと伸びにくくなったね。やっぱ。ですね。早く15ですよね、多分。そう、多分10。まあ1に戻ってるってことは15やろうね。オッケー。超さ、超スキル触れ、スキルとステータスめっちゃ触れんで。
めっちゃ触れます、はい、パワー50 すげえすげえ、何あげようかな。いや、はいはい、SP もちょっとあげる。あと何パート後に後悔するんやろうねこれ。いやね、どこら辺でつまずくやろうね。いや僕が勝つんで。でそんだけ後悔してたらいいですよ。今のうちからねちょっと計画的にやってるの。いや、パワーこそすべてっていうのをね、見せつけてやるよ。うん。あとスキルどうしよっかな。スキル、あ、けどこのあれやね、ため攻撃、カーターストライクやったっけな、カーターストローク、力集めて、あ、これガンガン強くしていくわ。おお、何強くしようかな。ファイアボール一択でしょ。ファイボー一択でしょ。ファイボーゴミやもんなあれ。ファイボーでしょ。あ、フレンド申請来てる。ラグナスさんや。許可しとこう。ね、フレームグラウンド。これかな。うんうん。オーケー。オッケー。許可できましたか。できました。よし、レベルも一気に上がったし、今日はここら辺にしとくか。はい。いやー長かったっすね。まだ10分経ってないよ。まだ録画開始して7分しか経ってない。7分。どんどん行きましょう、こっから。うん、で、今日はさ、まあとりあえずレベル上がったのはよしとして、はい。次特性やと思うね。ストーリーも大事だけど、ちょっと特性のやついいっすね、うん、なんかさ、その前回の終わりにあのユーポンからもらったその両手剣、はい、が装備できない、うん、ほうほうほう、なんでかっていうとその特性がないから。特性、うん、そこで出てくるんですね。そうこのどれやったかな、両手剣、あ、これ俺最強のエクスカリバーそんなもらってないもらってない。あれ、フランベルジュ、うん、説明はね、15レベル以上でソードマンキークラス直用可能。うん、ユーポンはそういうのまだ杖でない。僕は全部装備一応今のところできますけど、あの赤くなってるんですかね、もしかして。そう赤くなってる。で言うと僕は防眼ぐらいですかね、なんか、うん、杖では今のところ全部装備できますね。まあ防眼はもともと装備できないけどね。そうだから多分赤くなってます。いいっすよ、村長の使ってればいいっすよ、伊手さんは。もう売るし売ってあげないで。うるしあれっす。使ってあげて。一本3000円で売ったろか。いらねえ。まあとにかくちょっと特性を見に行こう。はいよ、うん、ああれやわ、自分のスキルの下の方に特性って書いてあるわ。ああ、特性、うん、そこの特性に追加されるって。そうじゃあ取れるだけ取って、取れるだけ取った方がいいね、俺は。だから装備とか買うよりこっち、装備はだってなんか拾えるやん。はい、こっちをメインにガンガン購入していった方が良さそう。でも最初レベル1につき 1% とか、でそんなにやねん。1% とミリですね、うん、あとは時間かかるやつもやりたいな。それ思った。一番時間かかるやつは20分とかなんで。え？30分とかなんで。なんか、3サークルとかどういう意味ですかね。ああ、それはなんか多分、もう一周、あの、クラス、1クラス目を15まで行くみたいな、多分そういうことだと思う。なるほど。うん。
とりあえず鉱山の村の村長と会話行くぞ。イエスさ、鉱山の村ってどこ？鉱山の村ってどこ？アッシャウレイ鉱山の村ってやつですね。あーあただちょっとか隠れてるちょっといやらしい位置に。やめてくれよ、3階部分に隠れてたわよし来た。さあ村長上てか、もちろんさ、またあれよね、ボスとかまだパッチ当てられてないまだ治ってない、まだパッチ当てられてないよね。マジっすか、治ったんかな。サーバー作る前にやるべきではっていう治ってたら嬉しいな。 OK。 ゲリー高原、スタウラス渓谷かを通ってゲリー高原に移動。双子の橋ってどこや。ちょっと待って、マップ、あー左側やね。次下の真ん中から左側。おお、え、嘘ついた嘘ついた。右じゃないと、右って下、右の下。なんか左のなんか青い旗気にならん。なんすかねこれ。ちょっとだけ行ってみよう。うん、わあ、いいかこれは。断りましょう。断ろう、勝手にやっといてくれ経験値カード2やったらちょっとおってなったけど、もうやってます。1とかマジでもう1はないわ。1はもうね、もうないっす、もう最低でも2、もう3ぐらいくれなきゃ。もう初心者にやらしといたらいいよそれは我々子さんプレイヤーはね、レベル2以上からじゃないと動かないから、っていうね、超底辺プレイヤーのゲノゲやからゲノゲ、けど一応古参ユーザーになるから、ね、古参ユーザー。あ、そうですね、うん、こっから、どこや、こっから下か。こんな道あったっけ。ありました、ありました、ありました。お、行くで、よし。また応答、応答なしやめてほしいわおお、ここか。まん、ん？いっちゃん右の方？いっちゃん右奥の方よね。遠いっすね。よっしゃ、まあ倒しつつ行こうか。行きましょう。本日初戦闘やりながら行こう。パワー脳筋パワーなんか今日ちょっとカクつくな。そうっすね、うん、まだこれあれちゃう、サブクエちゃう。うん、これはどうしますか。ちょっと見て、怖いもの知らず見てみよう。はい、あ、やるか。やりますか。やろう。こいつちょっと一回全部受けてみようか。全部受けますか、うん、全部受けよう。部品泥棒、お、経験値カード2、レベル2。分かってるね。ほんと、レバーを探せ。お、いいね。よし、オッケーね。はい、んで、あ、もしかしてさ、おお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 あれ、ユーポンはいますよ。どこ、あれ、あ、ユーポン消えたで。嘘、落ちたユーポン。もう反対側いますよ僕。嘘、あ、いた、あ、いました、いたいた。あ、よかった。これちょっとバグりますね絶対これこれなんで、
お、いいね、やろう。わかった。やりましょう。お、いいね、ガンガン、まあガンガン受けまくって、で、あ、なんかチェックマーク出てんで、こいつら。なんかのクエストのやつ、うん、よし、よいしょ。え、何これ、え、攻撃できないこれ、え、ちっちゃい、ちっちゃいやつ攻撃できない。あ、ほんとだ、パン、バントベイビー、生かして返すと殺す。死ね。ダメだ、で、多分できないっすよね、うん、当たらん。よし、あとこの葉っぱみたいなやつ、うーん、あ、いたいたいた、お、いいね、レベル上がってんね。お、やっと追いついた。あ、これパントベビーってこれクエストのやつ、マジ何したのよ。いや、長押しじゃなくて普通にあのバツボタンみたいなとこ押したら、ほんとや、どこ行った。男が、ほっときましょうか、うん、どこ行け、全員帰らそう。一回報告しよう。よし、経験値稼働。なんかユーポンいないんだけど。え、あ、どう、いたいた、帰ってきた。あれ、こんなやついたっけ。いましたよ。あれ、いたかな。絶対嘘や、ユーポン。適当なこと言ったかもしれない。絶対嘘や、それ。受けよう、受けよう。リサイクル品回収ってやつで、うん、いけよ。2つとも受けますか。2つとも行こう。はい、よし。ここはなんだ、何があるんだ。あ、あった、栗、栗じゃない、ポアタの巣。あー、これはマジ、いや、もう治ってるよ、さすがに。あ、4日経ってんねんから、もうサーバー2つ増えてます。おー、治ってる。やった、運営仕事するやん、ちゃんと運営仕事するね。バンナムとは違うね。バンナムもダメっすわ。バンナムとはちゃうね、丸山とは。いいね、その継続ダメージ。なんか結構有効、大きいさ、敵とかにはやっぱ有効よね。そうっすね、ボスじゃないと使いづらいですね、うん、うわー、よー、めっちゃもらった。いいね、よし、そこにいてもらえます、一回。はい、あ、あと10秒、10秒待ってください。いいよ、しゃーないな、開始の後で10秒。どうやって、どうやって、何、新技、あれ、ちょっと待ってください。あれ、ちょっと待ってくださいね、うん、ちょっと行こう。なんか、手さん強化されてます、攻撃力的なの。うん、あれ、行きましょうか。おお、いや、なんかフレームエンチャントって言って、なんかおお、行こうか、許可できるやつ。あったんだけどな。おお、